はい、今日はですね、どのようなもので見られているかというのを見ながら解説したいと思います。はい、それではですね、端末、どこのどんなデバイスから見られているかというものですね。まあ、こちらの方、端末タイプと OS っていうのが見れることになります。まあ、これは結構重要なデータなんですね。 Windows で 37、 iOS、 まあ、iPhone、 iPad で、 Android、 Macintosh、 これは Mac ですね。ここまでですかね、大体。下の方はまああまり数値も低いので参考程度という形ですけど、で、端末タイプを選ぶとスマートフォンとタブレット、ここの合計が 48%、 48% がパソコン以外で見られているという形になります。まあ、パソコンが 51%、 携帯、スマートフォンとタブレットが 48% ということで、スマートフォンに対しての対策を今後はしっかりと対策していかなければならないということにもなると思います。実際にですね、YouTube 検索で検索してみたときに、こちらの方はタイトルとディスクプリションがここまでしか出ないんですね。検索した場合に、これ結構重要です。実際にこのように動画を見てもらうとこういう形でこう出てくるんですけど、先ほどの検索した場合には、2行しか出てこない、2行しか出てこないので、ここの2行にどれだけ、魅力的な説明文を入れるかというのが大事になってくるのではないかなと思っております。スマートフォンで検索した時にはこのようになっております。タイトルしか見れない形ですね。ですのでタイトルも非常に大切になるという点と、あともう一つ、サムネイルが視聴したくなるようなサムネイルになっているかというところも非常に大切になってきています。私もいろいろ YouTube を見てきていますが、このサムネイルと実際の中の動画がマッチしていない部分に関しては離脱が激しい形になるので、サムネイル、タイトル、動画の内容というのをしっかりとマッチさせてください。はい、今日はここまでです。